はい、始まりました。ハイチのダラダラジオ第178回でございます。今回が3月のイベントについてっていう、もう完全な告知のための動画になります。なので、いや、イベントとか全然そういうの興味ないんでっていう方はブラウズバックしてもらって構いませんので、興味ある方だけこの後聞いてもらえたらと思います。で、本編というかイベントについて話す前に、まず先週ですね、ダラダラジオお休みさせてもらってすいませんでした。動画にね、ちょっと撮りましたけど、息子がインフルになって、で、自分も移ったと思ったんですけど、インフルはね、陰性で大丈夫だったんですが、扁桃腺がめちゃくちゃ腫れてしまって、動画ね、復活しましたけど、ちょっとね、まだ薬でかなり5種類ぐらい薬飲みながら今撮ってる感じにはなるんですが、だいぶね、落ち着いてきましたので、徐々にこう撮影本数増やしながらやっていこうと思います。本当にね、ご心配いただいた皆さんありがとうございました。では、早速行きましょう。で、どうしようかな。まずね、お願いしたいことは、今、まあ、ここまで聞いてくださってる方の中で、そのイベントにちょっと興味があると思われた方は、最後まで確実に全部話を聞いてください。その上で、申し込むかどうかみたいなので決めてもらえたらと思うんですけど、イベント何かっていうと、ざっくり言うと、自分がみんなのとこに会いに行くんです。どこどこに来てくださいみたいな感じではなくて、会いに行くっていう、そういうイベントをね、去年っていうか、まあ前年度とその前の年度の時もやってまして、一応3年度連続なんですけど、で、去年とか一昨年は11月ぐらいにやってたんですよ。ただ今年はね、ちょっとまあ自分のプライベートの関係もあって3月に開催することとなりました。で、左側の青いとこに書いてあるように、3月の29から31です。まあ、29、30、31。この3日間、まあ、主に29、30になるんですけど、その2日間を使う、まあ、2日間、3日間か。を使って、その明るい時間に会いに行きます。保護者の方、同伴で参加される方は夜でも全然構わないんですけど、学生の方のみでの参加の場合は、基本的に明るい時間のみが対象です。で、一組30分から60分、当選された方もね、時間をこちらから指定して確保しますので、その時間でやりたいことを指定してください。もちろん、変なこと、理に反することね、とかは絶対一緒にできませんけど、話をするとか、まあ、時間が間に合えばね、プリクラを撮るとかも全然構わないので、まぁ、ちょっとなんだろう、軽く何かを食べに行くとかでもね、いいんで、まぁ、なんか決めてもらえたらと思います。で、このイベントに、関して撮影することはありません。動画を撮って、一本の動画として投稿するっていうことはしませんので、顔出るのかな、やだなとかって思われる方いると思うんですけど、その点安心してもらえたらと思います。ただ、わー、やめて。ごめん、ちょっとね、息子抱っこしてるんでごめんね。自分の個人的な思い出として、ツーショット撮らせてもらったりっていうのはします。もちろんそれを、自分がね、勝手にみんなの顔が映ってる状態でツイッターとかにアップするみたいなことは絶対にしないので、まあ、その点は安心してもらえたらと思うんですけど、で、応募方法なんですが、ここ、ちょっといろいろ書くこと多くて申し訳ないんだけど、確実に守ってください。まず、応募の仕方はメールのみです。このコメント欄とかツイッターとかでの申し込みは全部、それで来たとしても、カウントしません。で、まずアドレスが右下に書いてある、まあ、いつものアドレスですね。ハイチアンダーバー、下の棒ね、に、数字の4、下の棒、リーフアットマーク、yahoo.co.jp です。で、そちらに、タイトルを3月のイベントと書いてください。フォルダ分けしますので、書いてくれないと漏れるかもしれないです。そのメールをもらっても。で、まず、できればね、数字そのまま書いてほしいんですが、丸一番が希望日時です。実際、今日、これをね、投稿して、まだ2ヶ月先のことなんですよ。だから、そんな予定わかんねえよって思う方、絶対多いと思うんですね。多いと思うんですけど、今まで、このね、イベント、自分ね、事務所とか入ってないんで、個人でやってるイベントなんで、ホテル取ったりとか、新幹線取ったりとか、全部自分でするんですけど、直前でやっちゃうとね、泊まる場所が見つからないんですよ。で、それで去年ものすごい苦労したので、ちょっと今回は早めにやらせてください。予定つかないかもしれないんですけど、その3日間の中で、例えば、3月29日の、13時から15時、17時までの間ならどこでも大丈夫です、みたいな。そういった書き方をしてもらえると助かります。もちろん、29日だったら1日 OK です。30日はこの時間で OK です、みたいな。複数で書いてもらっても OK です。基本的には、その幅が
大きいというか多い方が、採用しやすいっていう個人的な思いです。はい、なんだろうな、一筆書きじゃないですけど、こう限られた時間でこう会いに行くので、自分が群馬からね会いに行くんで、そう、候補はいっぱいあると、あ、じゃあここにこの子何時に OK だから、じゃあここで何時に会って次こっち向かおうみたいなのができるので、まあ無理しなくていいんですけど、まあ、できる限りの範囲で書いてもらえたらと思います。で、2番が代表者名と人数と書きました。今までのイベントを見てみると、お一人でね会いに来てくれる方もいますし、友達同士で来てくれる方、あとはご家族で会いに来てくださる方ね、いっぱいいらっしゃるので、代表者名、まあ一人で来る場合はその子の自分の名前を書いてもらって、友達同士で来る場合はまずその自分が連絡のやり取りをするね、する方の代表者の名前と人数書いてください。で、ご家族で申し込まれる場合は保護者の方のお名前とお子さんのお名前を両方書いてください。で、そこには学年も、先生、今そう書き忘れちゃったんだけど、学年も必ず書いてください。よろしくお願いします。で、3番駅名です。これは基本的に、まあ自分新幹線と電車を乗り継いで行きますので、この駅に来てくださいっていうのを、これ最寄り駅ではなくても構わないです。よく自分ね、関西大阪のね方の応募って今まで一番多いんですよ。前の年もその前の年も大阪の方が一番多いのね。で、その時に結構多かったのは、最寄り駅はホニャララ駅なんですけど、先生新幹線で来るんですよねって、新大阪まで行きますよみたいな書いてくださる方も結構多かったので、だからここまで行きますよみたいな、ここに来てくださいっていう駅名を書いて指定していただけると、もちろん一箇所だけではなくても構わないので、そんな感じで駅名をお願いします。で、4番、これが一番大事なところになります。許可と書きました。これはですね、この動画をアップした時と同時刻にもう一本、ここの動画の概要欄にもリンクを貼っているんですが、保護者の方向けという顔出しで自分が話をしている動画があります。で、未成年の方、学生の方が応募される場合、その動画を保護者の方に見せて申し込み応募してもいいよっていう許可をもらってることが条件です。それを4番に書いてください。ちゃんと見せました、許可もらいましたっていう。で、実際ね、今までもそうですけど、このイベントやるときにね、保護者の方向けに毎回撮るんですよ。で、やっぱり申し込むことダメだよって、やめてっておっしゃる保護者の方います。でも、それの時に嫌な顔をしないでください。これは個人的に自分からのお願いになるんだけど、ネットの関係でしょ、自分、みんなにとってはね、まあ、ハイチっていう存在でこうよく知ってくれてるかもしれないけど、インターネットを介して関係に違いはないので、保護者の方からしたらやっぱ不安になります。そんな人と会うの、特に女の子、自分男だからね、何かあったらどうしようって思うのは当然なので、無理に説得するみたいな風にはしないでください。そこちょっとねお願いします。なので、ちゃんと見せて、まあいいよ申し込んでもみたいな感じで言ってくださったと、その許可を取ったっていうのを必ず書いてください。で、5番はメッセージって書きました。これは、まあ、自分に対するメッセージですね。それと、あと会って何をしたいかっていうところ、その2点を含めて書いてください。基本的にはその、まあ、許可を取ってること前提になりますけど、メッセージを見て、決めさせて、当選者ですね、決めさせてもらいます。まあ、あとはルートがねあるんで、そのルートに沿ってこう噛み合う方になってしまうんですけど、その5点を必ず書いていただいて、ご応募の方よろしくお願いいたします。締め切りは、約2週間後ですね、2月9日の23時59分締め切りです。2月9日、まあ、肉の日ですね。そこの日だと思っておいてください。はい、という感じで駆け足になりましたが、正直ですね、今回のイベント、いろいろ不安に思うことがあります。で、いろいろあるんですけど、まずですね、もしかしたらだよ。もしかしたらなんですけど、例えば、ある一定地域でものすごい応募がね、その、まあ、特にさっきも言ったように大阪の方がすごい多いんです。そう、すごく多い。で、調べると、まあ、自分大阪の駅詳しくないんでわかんないけど、見るとね、みんな近いんだよね、割と。だからそういった地域がもしあって、時間が噛み合ったら、もしかしたらその場所、
は、個人に会いに行くっていう形ではなくって、何時何分にどこどこにいるんで会いに来てくださいみたいな。まあ、公園とかさ、なんか目印にあれば、なんか大阪の橋の上とかあるじゃん。有名な、ちょっと橋の名前が出てこなくてごめんなんだけど。そう、そういったとこになんかオフ会ではないけど、会いに来てくださいみたいな形にするかも。いや、そんな集まんねえと思うけどさ。そう。で、なんでこんなこと言ってるかっつうと、ちょっと前にメッセージカードの、イベント、プチイベントやりましたよね。で、あの時、今までその前の年までやってたメッセージカードのイベントとかよりも、応募の数がもう何倍？あ、何倍？ 10 倍ぐらいに跳ね上がったんですよ。で、それもあるので、もちろん、会いに行くっていうのがハードルが高いんで、応募の数は絶対少ないと思うんです。思うんですけど、実際こう、やっぱり皆さんにこう、話を振らないとどうなるかはわからないっていうところもあるので、もしね、そういった形でどこどこに、で、行きますみたいな。のを撮るんであれば、またダラダラジオとかツイッターで告知します。ちょっと直前になるかもしれないですけど、はい、といった形です。で、あと最後にね、まあ、先に謝ることというかなんですが、まあ、受験生にとっては受験受かったらみたいなことになるかもしれないんですよ。保護者の方に話した時にね、今受験に集中しなさいよ、何考えてんのみたいな言われちゃうかもしれないんですけど、もし受験に受かったらっていう条件がついた場合は、それでもいいです。申し込んでもらって全然構わない。ただし、受かっといて。ね。頑張って全力尽くして受かってくれたらそれでいいんだから。うん。っていうふうな思いもありますけど、まあ、ひとまず3月で、みんなが、受験生の方も、そうじゃない方も、1年お疲れって言える春休みの時なので、まあ、1年お疲れ様っていうのをね、みんなに伝えられたらなと思ってね、会いに行かせてもらいますので、ぜひ応募の方お待ちしております。あ、そう、最後に、前回メッセージカード、メッセージイベント、メッセージカードのイベントをした時にね、コメント欄にね、なんかね、誰かに教えてもらったんですけど、こう、まあ、ハイ先生のことをこう、なんか、バカにするコメントがなんかありましたみたいな、なんか、この人犯罪者なんで応募しない方がいいですよ、みたいな、がありましたっていうのがあったんですよ。で、そうなんですかみたいな。なんか、僕その人と揉めてるんで今みたいなの書いてあったんですけどって言われたんですけど、全くもってそんなことないので今のところ。そう、今までイベントやってきましたけど、例えば訴えられたりとか問題になったりってことも一回もありませんので、安心してくださいって自分が言うのもおかしな話なんですけど、はい、何もありませんので、安心してもらえたらと思います。では、今回は、3月のイベントについてってことで、喋らせていただきました。今回もっていうか、ここまでね、ご視聴いただきありがとうございました。で、イベント関係ないんですが、2月の頭ぐらいに、この勉強チャンネルで勉強全く関係ない動画が1本上がる予定です。まだちょっとこれ未定なんでね、もしかしたらできないかもしれないんですけど、で、まあ、それはね、1本単発の動画になるんですが、リクエストがあってね、それに答える動画なんですけど、まあ、そんなの突然上がりますけど、なんだろう、血迷ったかっていう感じでは特にないので、あ、なんか、うん、そういうことね、と思って、2月の頭ね、にひょろっと投稿されるけど、あ、はい、と思って、うまく、なんか、関係ない方はね、流してもらえたらと思います。ちょっと具体的な内容言えなくて申し訳ないんですけど、ちょっとそんな動画も上がりますので、よろしくお願いします。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。